こんばんは、ウェルビル人の青木です。本日もオンラインサインアップする商品をご紹介いたします。これからご紹介する商品は、9月13日夜21時にアップされる商品です。サイズ金額状態等のお問い合わせは、ウェルビル人ウェブストアの方にお願いいたします。詳しいことは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。今日も、新入荷の商品ですね、紹介させていただきます。はじめに、チャンピオンティーですね。トリコの88ボディ。で、こちら、ブルーの霜降りのボディになります。目とかはつかない、もう無地のタイプですね。はい、サイズもすごく大きいです。サイズも XL で、だいぶゆったり切れますね。いいサイズ感で切れます。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてはシャツですね。ファイブブラザーのシャツになります。こちらサイズ表記が、トールマンのラージ。で、赤と黒の、ブロックチェックになります。全体的に若干ね、色の、汗があって、ユーズド感ありますが、雰囲気はいいんじゃないかなと思いますし、定番で使えるアイテムですね。トールマンのラージなので、若干着丈長めです。僕、だいぶゆったり着れるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いて、シアーズの、CPO ですね、のシャツになります。100% ウール。のものになります。サイズ表記は、ちょっとないですね。ですが、割と大きめなのかなと思います。身幅しっかりあって、着丈は結構短めです。XL ぐらいあるかなと思います。バックは、こういう感じですね。こちら特にダメージとかも見当たらないです。で、マチもしっかりついてますね。僕着てだいぶゆったり着れると思います。はい、こちらの方でお値段が7800円に消費税です。で、続いて、ネイビーのシャツになります。サイズ表記、16ハーフですね。で、こちら状態ジェットストックのものになります。襟は、シングルの方ですね。で、サイズもだいぶ大きいので、ゆったり着れるかなと思います。若干、デッド特有のね、ちょっとここら辺に、薄く汚れはありますが、洗濯していただければ落ちるかなと思います。16ハーフでもうだいぶ大きいですね。僕がだいぶゆったり着れるサイズ感になると思います。洗ったら若干縮み入るかなっていう感じですね。デッドストックなかなか出てこないと思います。こちらの方でお値段 25,800 円に消費税です。続いても、ネイビーのシャツですね。シャンブレーで、サイズ表記こちらちょっと読み取れ、ステンシルで読み取れないんですが、こちらも割と大きめなの方なのかなと思います。こちらは、襟がダブルの方なので、一発古い方ですね。もちろんマチもしっかりついてます。先ほどの方もついてますね。で、ナンバリングがあって、ステンシル入ってます。で、バックの方にもしっかりステンシル入ってますね。若干ちょっとこうね、薄く汚れとリペアありますが、雰囲気すごくよく仕上がってるのかなと思います。ラージぐらいっていう感じの実寸にはなるかなと思います。僕でだいぶゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税です。続いて、こちら90年代の、青タグですね。で、サイズ表記 XL のネイビーボディで、スクリプトですね。こちら程度かなりいいと思います。汗とかは特に見られないですね。ダメージも汚れも特にないです。サイズも XL なので、自分が、しっかりゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段 6,800 円に消費税です。続いてリバースウィーブですね。こちら、ケアタグ付きの、トリコタグ80年代ラージ表記になります。白ボディで、USMMA ですね。ひび割れの雰囲気もすごくいいと思います。で、バックは無地です。若干のね、こういうサビっぽい汚れ等はありますが、全体的にまだまだ着れるコンディションかなと思います。サイズもラージなので、結構ね着れる方多いんじゃないかなと思います。白ボディいいと思います。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税です。続いて、刺繍タグですね。こちら、サイズ表記ラージになります。も90年代、若干ボロの雰囲気系ではありますが、ネイビーですね。こちらワッペンのタイプになります。首元ちょっとふさってたりはしますが、全体的にまだまだ着れるコンディションですね。はい、雰囲気もいいと思います。サイズもラージで、僕ちょっとちっちゃい、結構縮み入っててミディアム寄りのラージっていう感じのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が15,800円に消費税です。続いてヴィンテージスウェットですね。こちらタグがペニーズの、ラージになります。白の無地ですね。サイズだいぶ大きいです。バッグもこんな感じで、全体的に特に汚れとかはあんま見当たらないですが、ダメージはないです。はい、サイズ表記ラージですが、全然 XL ぐらいあるのかなっていうサイズ感です。だいぶゆったり切れますね。いいサイズです。こちらの方でお値段12,800円に消費税です。続いてこちらは、ヘインズのウィンドシールド、サイズ表記 2XL ですね。こちらも白無地のヴィンテージスウェットになります。はい、こちらはラグランのタイプですね。はい、こちらも特にねダメージとか見られないです。サイズ表記が 2XL ってだいぶ、珍しいのかなと思います。着丈ちょっと短めですが、だいぶ身幅あっていいと思います。なかなか出ないサイズですね。こちらの方でお値段12,800円に消費税です。続いては、こちらの方はちょっとタグ欠損しちゃってますが、こちらもヴィンテージスウェット、プリントの方はラバーで3段ですね。アイオワステートカレッジ、いいと思います。この、緑グリーンボディにだいぶねこれ全体的に、フェードかかった雰囲気すごくいいと思います。サイズ表記あるとしたらラージですかね。ちょっと若干縮んでますが、僕、全然着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が12,800円に消費税です。続いて、ヴィンテージスウェットの無地ですね。はい、のパーカー、タグが、一応こっちの方についてますかね。モンゴメですかね。はい、シンプルにねもう無地のグレーのパーカーですが、特に汚れやダメージもなくコンディションはすごくいいと思います。シンプルに使えるアイテムですかね。70年代頃のスウェットです。サイズも実寸でラージから XL ぐらいあるいいサイズですね。はい、シンプルにもう使えるアイテム、万能アイテムですね。こちらの方でお値段15,800円に消費税です。続いて、こちらタグの方は欠損してしまってますが、ネイビーのね、ヴィンテージパーカーになります。はい、全体的に、フェードしていてちょっとこうナスコンっぽい色になってます。袖の方にちょっとこういう V 字の飛びや、ポケットの部分ですねやフロントの部分にちょっとこうリペアはありますが、全体的に雰囲気よく仕上がっているのかなと思います。はい、このフードの部分ですね、こうちょっとT シャツでいうとバインダーネックみたいになっているのがすごくポイントでいいのかなと思います。サイズが実寸でミディアムぐらいかなと思います。はい、こちらの方でお値段が15,800円に消費税です。続いてもヴィンテージセットですね。タグがこちらのものになります。サイズ表記ミディアムです。でハーフジップのデッドストックになります。カラーはおそらくブラックだと思うんですけど、若干ネイビー寄りかもしれないです。はい、ジップの方はCC ジップ使ってます。バックはこういう感じですね。もうデッドストックのコンディションなので、文句ないです。サイズ表記ミディアムなのでミディアムですが、デッドの状態なので縮み全く入ってないです。僕着れるかなっていうサイズ感ですね。まずデッドで出てくることはほとんどないと思うので、こちらの方がお値段が15,800円に消費税です。続いてセーターですね。こちら LLB の、コットンニットになります。サイズ表記 XL の、USA 製ですね。ちょっとこういうね、ネイティブの、オーストラリアのネイティブっぽい感じでちょっと立体になってる折ですが、LLB のニットだと珍しいのかなと思います。バックも同じ感じで特にねダメージとかもなく状態はいいと思います。サイズも XL で、しっかりゆったり着れるいいサイズ感だと思います。だいぶ大きいですね。実寸で 2XL ぐらいあると思います。こちらの方でお値段7,800円に消費税です。続きまして、ノルディックのセーターですね。タグがこちらになります。はい、ハンドメイドインデンマークですね。ノルディック、ブラウンベージュホワイトに、赤ベースですね。こちらも程度はすごくいいと思います。はい、特にダメージや、汚れはないですね。サイズも、ちょっと表記はないんですが、ミディアムぐらいのサイズ感ですかね。女性の方がゆったり着れるのかなっていうサイズ感です。はい、柄いいですね。こちらの方でお値段7,800円に消費税です。続いて、LLB バーザイですね。タグがこちらになります。メイドインノルウェーのサイズ表記ラージ、白と、黒の、タイプになります。はい、こちらもダメージとかは特に見られないですね。状態もすごくいいと思います。縮みも入ってないです。サイズ表記ラージで僕がゆったり消えるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてタグがこちらになります。サイズ表記が S ですね。フィッシャーマン、ネイビーと、グリーンの糸使ってますね。すごくカラーは綺麗だと思います。バックはこういう感じですね。こちらも、状態とかは、特に問題ないと思います。だいぶ厳選して向こうでピックしているので、はい、でサイズ表記が S 表記なので僕にはちょっとジャストサイズかなと思いますが、女性の方や、ちょっと小柄な男性は、ゆったり着れるのかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてペンドルトンですね。こちらサイズ表記がミディアム表記になります。黒と、グレーのツートンに、ネイティブの柄ですね。すごくいいと思います。バックはこういう感じですね。こちらも状態すごく綺麗です。サイズ表記ミディアムで僕がぴったりするサイズ感かなと思います。ここら辺も珍しいのかなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いてジャケットですね。タグが、片方ちょっと取りかけちゃってますが、こちらになります。マスランドの、ハンティングジャケットになります。赤黒の千鳥格子で、エルボ、肩ついていて、ワッペンもついてますね。ウールのコンディションとしてはすごくいいと思います。バックもこういう感じですね。色は綺麗だと思います。はい、特にボタンが欠損しているとかもないですし、状態はすごくいいです。サイズがあるとすれば、ラージぐらいかなと思います。僕がしっかりゆったり大きく着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段9800円に消費税です。続いてラルフローレンですね。こちらタグがミディアム表記になります。こちらデニムジャケット、デニムのスイングトップですが、赤のね、ネイルが裏地につく珍しいタイプの方です。ジッパーは YKK ですね。でデニムもそこまで色落ちてないですし、濃い方なのかなとは思います。サイズがミディアムですが、作り全体的に大きいので、こちら僕が着て、ちょうどよく着れるサイズ感なのかなと思います。こちらの方でお値段9800円に消費税です。続いて、タグがこちらのものがつきます。でサイズ表記がラージですね。メイドイン USA のバドワイザーのジャケットですが、だいぶ、US してるなっていう感じのジャケットですね。バックはこういう感じです。だいぶアメリカンですね。サイズもラージでしっかり大きいと思います。だいぶゆったり着れるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いて、こちらペンドルトンの、ミドルコートですかね。こちらジッパーの方が、タロンのバタフライジップになってます。で、リバーシブルで着れますね。配色もすごくいいと思います。タグがこちらについてまして、こちらのタグつきますね。サイズとしては実質38ぐらいのサイズ感です。僕がちょっとゆったり着れるいいサイズ感かなと思います。なかなか珍しいペンドルトンなのかなと思います。こちらの方でお値段が12800円に消費税です。続いてチャンピオンプラグのジャケットですね。タグがこちらついて、サイズ表記がラージになります。定番ですがネイビーボディに、チャンピオンプラグのワッペンついていて、シンプルでかっこいいと思います。程度もかなりいいですね。中綿のジャケットです。サイズもラージなので大きく着れるので、いいと思います。こちらの方でお値段が12800円に消費税です。続いて、ノースフェイスですね。タグがこちらのものつきます。 2XL ですね。パッと見、ちょっとデナリっぽい形なんですけれども、ここの部分ですね、ダウンになっていて、だいぶ珍しいと思います。僕は初めて見たタイプですね。はい、ちょっと背中の部分 1.5 ちょっと焼けの部分がありますが、他は全体的にコンディションはいいと思います。物自体はすごく珍しいですね。サイズ 2XL なのでだいぶ大きいです。僕でだいぶダボっとなるサイズ感になります。こちらの方でお値段が9800円に消費税です。続いて、パタゴニアですね。タグがこちらのものをつきます。メイドイン USA のサイズ表記ラージ。ブルーボディに前立てつくタイプのスナップティーになります。バッグはこういう感じですね。フリース若干硬くはなってますが、まだまだ全然着れるコンディションです。すごい綺麗な配色かなと思います。サイズもラージで、僕がしっかり大きく着れるいいサイズですね。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税です。続いて、ベストですね。レトロ X のベストになります。サイズ表記が、ラージの USA 製ですね。で年代の方が97ですね。フォール90ウィンターの97です。でカラーはブラックになります。若干全体的なコンディションとしては、ユーズド感結構ありますが、カラーブラック、お探しの方も多いんじゃないかなと思います。サイズもラージですごくいいサイズ感ですね。ゆったり着れます。こちらの方でお値段が、12,800 円に消費税です。続いても、レトロ X のベストですね。こちらもサイズ表記ラージです。こちらはベージュナチュラルのボディに、01ですね。 FA01 になります。ネイビーとでバックはこういう感じですね。こちらは全体的にすごくコンディションいいと思います。サイズもラージなので、先ほど同様大きく着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が、15,800 円に消費税です。続いてこちら、レトロ X ですね。レトロ X のカラーはハンターになります。タグがこちらですね。サイズ表記の方はちょっとこう切り取られちゃってます。内側ですね。こちらの PF のタグつきます。で年代の方は、S6 ですね。はい、サイズ表記、ラージでしっかり僕ゆったり着れるいいサイズ感です。ハンター最近見ないかなと思います。フリースのコンディションも、若干使用感はありますが全然着れるコンディションです。こちらの方でお値段 19,800 円に消費税です。続いても、レトロ X ですね。レトロ X 祭りです。サイズ表記がラージのナチュラルになります。こちらはちょっと古めのタイプで、裏地がちょっとこうウェットスーツみたいな感じの方のタイプですね。で PF のタグついて、こちらは96ですね。ちょっと薄れちゃってますが96読めます。サイズもラージで、フリースのコンディションもすごくいいです。僕がね大きく着れるすごくいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段 39,800 円に消費税です。なかなか出ないと思います。続いて、こちらパタゴニアの、シンチラグリセードのものになります。タグの方は内側のですねポケットの方についてまして、サイズ表記がミディアムの F8 ですね。 USA 製です。カラーリング最高にいいんじゃないかなと思います。明るめのグリーンにピンクのパイピングで、裏地がブルー、最高ですね。フリースの状態はもともと毛足が長いものではないですが、全然、硬くはなっていないかなと思います。全然着れるコンディションですね。サイズもミディアムですが、作り若干大きめで、僕ゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税です。続いて、こちらは、パタの、ダウンですね。サイズ表記ラージのメンズ L ですね。年代は、結構新しいものかなと思います。 FA11、ですね。2011年のものです。カラーはオールブラックのものになります。全体的にね特に、ダメージとかは見られないのかなと思います。パッと見、はい、サイズもラージで大きめですね。だいぶ大きく切れると思います。こちらの方でお値段が、12,800 円に消費税です。続いて、ファティーグですね。フォースのものになります。スモールレギュラーのサイズ表記です。こちらちょっとねワッペンとか、取り外されてしまって、その取り外した時のちょっとダメージとかはありますが、全体的にこう色がね、フェードしてていい感じに味出てるのかなと思います。後ろの部分、裾のあたりちょっとこうダメージはポツポツとあります。サイズスモールレギュラーで、僕がジャストサイズで着れるサイズ感になります。こちらの方でお値段 9,800 円に消費税です。続いて A2 ですね。 A2 デッキ、はい、こちらタグの方はちょっとこうもう読み取れないですが、胸ポケですね。アーリータイプのものになります。バッグはこういう感じでちょっとステンシルも入ってたりしてます。若干ね、ここら辺薄く汚れとはありますが、雰囲気すごくいいと思います。ボタンの欠損もないですね。こちらサイズ表記ちょっと読み取れないですが、38から40ぐらいのサイズ感なのかなと思います。僕がまあちょうどよく着れるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が19,800円に消費税です。続いて、M51 ですね。こちらちょっとサイズ表記の方は読み取れなかったんですが、おそらくまあミディアムぐらいのサイズ感かなと思います。コンディションとしては全体的にね、こういう感じでシミ汚れがあったり、まあ、リペアが全体的にあったりしますが、すごく雰囲気はいいのかなと思います。バッグはこういう感じですね。バッグもこの感じですごくかっこいいと思います。サイズもまあおそらくミディアムぐらいなので、ある程度の人がゆったり大きく着れるのかなと思います。僕もしっかりゆったり着れますね。いいサイズ感です。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税です。続いて40年代のネイビーの P コートですね。こちら内側の方にタグついていて、サイズ表記が30になります。ちょっとところどころ文字は消されてしまってますが、内側のステンシルもしっかり残っていて、しっかりコンディションはいいと思います。脇のね、穴とかも特にないです。うちはだいぶ P コート、まあこうコンディションすごく厳選してピックしています。サイズが36なので、僕がもうジャストサイズで、ぴったり着るサイズ感にはなると思います。コンディションいいですね。こちらの方でお値段が 19,800 円に消費税です。続いて、パンツですね。こちら USS 製の501になります。全体的にね、色は落ちてますが、薄くひげ出てますね。バッグはこういう感じです。パッチ表記、3632ですね。特にね、ダメージとかもないですし、まだまだ履けるかなと思います。実寸の方が3633、ちょっとレングス1インチ長くなってますね。僕にはちょっと大きいですが、ここら辺のサイズ入る方は、1本持ってもいいのかなと思うアイテムです。こちらの方でお値段 9,800 円に消費税です。続いてヴィンテージのパンツですね。こちら501の66シングルステッチになります。ボタンフライでトップボタン6ですね。全体的に色は落ちてますが、はい、あとはレングスの方もオリジナルですね。ちょっとこう折り地は折った時の線がついたりはしてます。あとはかかとの部分ですね。ちょっとこういう感じでダメージが入ってます。おそらくブーツ履いてたのかなと思います。まあスモール E のダブしっかりついていて、もちろんシングルステッチです。こちら実寸の方が3831、僕にはちょっとだいぶ大きいんですけれども、サイズね、最近店頭の方で、も、サイズ大きめの、サイズ探されてる方なんか増えてるのかなと思います。この機会にお探しの方はどうぞ。こちらの方でお値段が 29,800 円に消費税です。続いて、503BXX ですね。はい、でこちらは、バックの方見ていただければあれなんですけど、オフセットの紙パッチちょっと取れちゃってますが、紙パッチでギャラの年代になりますね。はい、嬉しいポイントとして、ちょっとこうダメージとかはありますが、全体的にノーリペアです。股の部分も、特にこうスレとかもまだなく、全然履ける状態ですね。あとはお尻の部分ですね。おそらく、ノーリペアって言ったんですけど、ちょっとステッチが外れてたのを、2本だけここ真ん中入れてますね。あとはかかとの部分ですが、ちょっとこういう感じでや受けてしまってはいますが、ここら辺はね、全然直せるのかなと思います。レングスもオリジナルですね。はい、こちら実寸の方が、すみません、あと1手ですね。タブの方がちょっと欠損してました。すみません。こちら実寸の方が、2630ですね。僕にはちょっとだいぶ小さいんですけれども、女性の方、履いていただければなと思います。だいぶいい雰囲気ですね。こちらの 503BXX ギャラで、お値段の方が 49,800 円に消費税です。続いてフェイクアルファカテゴリーの商品紹介になります。こちらの商品は、同じ時刻の、夕方頃にアップされる商品になります。こちらですね、50年代頃の、スーベニアジャケットになりますですが、フロント、表地ですね、ビニールレザー使われてます。だいぶ珍しいと思います。でしかも、無地ですね。ちょっとここの部分ですね、リベの部分に1点ダメージがあるくらいです。ジッパーは YKK 使われてますね。内側は、こういう感じの、柄になってます。すごくね、かっこいいんじゃないかなと思います。コンディションも全体的にすごくいいです。サイズはおそらく36ぐらいかなと思います。こちらの方でお値段が12万8000円に消費税です。本日の商品紹介は以上となります。ベルベル人本店と、パルコ、あと遊歩道の方でも、ベース上げておりますので、そちらの方もぜひ、チェックしてみてください。よろしくお願いします。